右サイド制圧の久保建英。現地ファンの反応がこちら。中華のラリーが第13節、レアルソシエダ対バルセロナは、1-0でソシエダの勝利に終わった、ミッドフィルダー久保建英は先発フル出場を果たし、衝撃的なパフォーマンスを披露している。ラリーが公式も、竹久保は、自らの光で輝いています、と久保大絶賛、バルサ戦の久保のヒートマップを、紹介している。バルセロナ戦の久保の活躍を見た、現地のサッカーファン反応がこちら。久保とソシエダに脱帽、チームのパフォーマンスは素晴らしい。久保、小切手のために、レアルマドリードのオフィスに、行かなければならない。バルセロナは久保を手放したが、今日彼は、それが間違いだったことを証明した、早く彼を連れ戻した方がいい。久保選手、MVP に、彼の紛れもない資質と溢れんばかりの運動量、彼の最大の美徳は彼の献身と身体的な表現です。限界ギリギリの努力を繰り返す能力、彼は常に個人よりもチームを優先します。素晴らしい選手。久保の努力を、繰り返す能力を考えてみましょう。今日の日本人は、信じられないほど素晴らしかった。バルセロナは何度打ちのめされたことだろう。勝利はこうやって気づかれるのです。竹久保、今シーズン、そしてここ最近で最高の試合をした、日本人は時が来たれば素晴らしい選手だ。今夜の久保は、すごいパフォーマンスだった。一度も走るのを止めなかった。最高の選手は間違いなく、久保建英だ。不動の久保、FC バルセロナを無力化して、ダメージを与える方法を理解した、イマヌエル・アルグアシル。ハンジ・フリックは、日本人を覚醒させる、魔法を使っている。